ネブラスカ州はアメリカ合衆国本土のほぼ中央部に位置するガーデン群はネブラスカ州西部に位置するネブラスカ州南西部はコロラド州に切り取られたような形になっており切れ込みのすぐ北にガーデン群が広がるガーデン群はアメリカ合衆国ネブラスカ州に位置する軍である2000年現在人口は2292人軍庁所在地は押しコ州。 アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積4483平方キロメートルである。このうち4414平方キロメートルが陸地で69平方キロメートルが水地域である。総面積の1.54%が水地域となっている。軍のすぐ南には、ミシガンコ湖畔のマチシカゴとカリフォルニア州、サンフランシスコを東西に結び、 1869年に開通したユニオンパシフィック鉄道が東西に走る。ユニオンパシフィック鉄道は大陸横断鉄道として最も重要な役割を果たした。さらに軍のほぼ中央部にはミズーリー州インディペンデンスに始まり太平洋岸のオレゴン州オレゴンシティに至る由緒あるオレゴン街道が伸びる。オレゴン街道沿いには ミシシッピ川の支流であるプラット川が流れており、川の右岸はわずかに標高が高く旗作地に、川の左岸は放牧地が一面に広がる。ネブラスカ州とコロラド州の宗教付近は小規模な油田地帯となっているが、ガーデン群においては石油は見つかっていない。2000年現在の国勢調査で、この群は人口2292人、1020世帯、 および658家族が暮らしている。人口密度は1、平方キロメートルである。0、平方キロメートルの平均的な密度に百2 9 8件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人98.34%、アフリカン・アメリカン0.13%、先住民0.26%、アジア0.26%、 太平洋諸島系0.00%、その他の人種0.52%、および根結0.48%である。人口の1 4 4がヒスパニック、またはラテン系である。この群内の住民は21.80%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が4.60%、25歳。 以上44歳以下が22.70%、45歳以上64歳以下が27.00%、および65歳以上が24.00%にわたっている。中央値年齢は46歳である。女性100人ごとに対して男性は94.90人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は91.40人で、 ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は二万六千四百五十八米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は三万二千五百四十六米ドルである。男性は二万千四百九十五米ドルに対して、女性は一万七千米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人当たりの収入は一万五千四百十四米ドルである。人口の十四点八零パ14.80%及び、 家族の10.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の22.00%、及び65歳以上の8.70%は貧困線以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties. http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。